それ次以来今あの孫立人というのはあの孫文の孫ですね。いやこの方は、まあ、中国人だけれども、彼はあのアメリカのあのシーテン軍シーテンの軍事学校を出てますね。あ、ウエストポイントか。いやこの方はね非常にまあ孫立人の事件がありました。じゃこの人は戦争の時すごく強くてね、いつも勝ってます勝ってたんですよ。でね、やっぱりね、アメリカはアメリカからね、この人をあの支持してね、あので支持しようと思ってね、それ読んでアメリカ行ったんですよ。ところが、その彼が帰ってきて、タウンに帰ってきて、またこの事情を紹介してきて行ったんですよ。だから紹介してきはね、やっぱり怖くてね、あのこの方を、まあ、要するに、いやこの方はやっぱり一回されてね、やっぱり最初は、何もできなかったんでしょう。あ、这个就啊可以证实了，中华民国啊已经在南京建都1912到1949年，那么已经啊啊。啊，灭亡了。我们可以看他这个就是墓碑了。那么这里面也说得很清楚，蒋介石啊，他说啊，大陆啊，中国啊，已经啊丢掉了，他们已经亡国了。南京にある石碑です。そこにはちゃんとはっきり書いてますよね。1912年にこの創立した中華民国は1949年においてもう終わり、ね、だからそういうことをあの南京のあれに書いてます、石碑の上にね。で、蒋介石が言うには我々中華民国はもう1949年で終わったと、滅亡したと、ね、大陸はもうすでに中共に取られてしまって滅亡したと自分ではっきり言ったんですよね。それは中国が書いてる。いや違う共産党が書いてるんですけどもね。いやで蒋介石が話したんです。その後に蒋介石が自分で言ったことを台湾に来て、あ大陸では ね,、うん、ね大陸では向こうはもちろんそれが書いてそうなんていうのえチレチレっておまみこぜしゃんぞぜしんぴょんぴょんぞこれは中共が作った石碑なんですけども、で蒋介石が自分でも話してました。我々中華民国はもう1949年で終わったと、ね、大陸はもう陥落しちゃって、中共に陥落してしまって、それでもう滅亡したっていうことを台湾でも話しました。すでにこれはどこにある南京、これは南京、南京で中共が作ったものね、それでまた蒋介石も自分で話してた、当時台湾に来た時もね、だからもう亡国であると、我々は亡国であることをはっきり話したんですよ。それを言わないで今度台湾上を騙して、もう台湾は中華民国のものだっていうことだ、滅亡した国がまたここでも、ちょっといいですか、質問。はい、その前のページなんですけども、ここのところの先ほどの通訳の方から皆さんが受け取った文、まあ、私が理解した文はちょっと違うように思うんですね。まあおそらく先生はこのように説明されたんだと思うんですけども、これは朝鮮戦争の時の米国と一緒で、もう蒋介石軍では守りきれないだろうと、したがってアメリカが、の管理下で台湾を守ることになるんじゃないかというふうに言って、アメリカも台湾に兵隊を部隊を送り込んだと
というのが私が認識してるんですけども、先ほどの説明だとなんかもう台湾を捨てて行きまうぞというふうにちょっと理解できたんで、イギリスとアメリカがその台湾その招待席に対して、ね、それも多分台湾を守れないんじゃないかと、ね、招待席が守ることは不可能だろうと思って、そういう場合には太平洋の防戦、ね、その防戦がもしも台湾がおかしくなったらば、そこに出口があるということで、出口が出てしまうから、これは早くその米国に管理させようで、アメリカと言う、だいたい大口さんが解釈した通りで、だいたいいいです。この文章ですね、翻訳しますとね、1949年6月18日にですね、小慶国というのは蒋介石の長男で、2代目の中華民国行政院院長やられた方ですね、つまり総理大臣の日記にはですね、蒋介石が、言った説、言ってこういう場合に言ってますよというのがですね、英米、つまりイギリス、アメリカは恐れていますと。何を恐れているかというと、私、つまり蒋介石がね、蒋介石が台湾を固守、しっかり守ることが不能、できない、それを英米は恐れていると。で、その結果ですね、その太平洋のいろいろなちっちゃな島、ね、ちっちゃな島をして、要するに守るね、防衛線、とすることができなくなる可能性があるからだったね。だから、そのために私をして、私の代わりにね、台湾を、アメリカが管理をさせるように図らせない、アメリカに管理させるようにしないと、ね、台湾そのものが危なくなっちゃう、つまり中華民国が危なくなってしまうということを言ってるわけです。という具合にこれは翻訳をすべきかということです。それでその構図はですね、現在も一緒なんです。で、米国は、今エアシーバトルで第一列島線、第二列島線の話してますけども、台湾をの重要性が非常に高まってるけども、中国を意識して表面的には、意思表示してないんです。しかし、心の中は全く一緒です。他一幕跟我的讲台湾即马现状含较早应该拢相像，因为美国嘛是要搁等爱，吼、哦，要搁等爱迄落，啊，即马就是美国嘛是惊讲即个台湾即马会无去啊，吼，因为即足重要一个防线嘛，吼，因为中共含即个国民党拢咧相好嘛，啊，所以一个话搁签落啊，所以蛮烦恼，是讲即马现状含较早，即马下地点关系拢相像安尼，伊即马咧讲是安尼啦。上一次的一个事情，是啊，本当你。大家搁看这个就是要甲大家讲，美国咧做代志啊，拢有安排啦。迄阵啊，伫1950年5月2日时啊，伊啊国务院甲菲律宾的总统讲，恁迄个所在愿意接纳这个蒋介石的这个流亡政府的官员无？因为伊妈听讲台湾不保啦，征求，就是这个就是什么原因？我要先讲这个的理由啊。1950年の5月28日にアメリカの国務院がその国務院の、国務院長官も知らない、そのフィリピンの国の総統に
ちょっとあの尋問したんですよね。あのまあ尋問というよりもちょっとよ質問したわけね。あのあなたたちはその紹介席のとその高級官員たちをフィリピンに亡命させるんですがよろしいですかということを聞いた。这的是刚刚那一面就告诉大家说，美国在计划做什么事，他都有安排了。因为美国已经跟中共讲好了，中共啊要这个平潭岛了给流亡政府啊啊，台湾因为他们已经签约法了。和平已经签订，就是啊，共啊中共跟台湾已经签订了，所以把不愿意在台湾的啊流亡政府的人员可以住在这个平潭岛了。这个是福州的报道。America がね、アジアに対する政策っていうのはいつも本心を言わないんですよね。こっそり何かやってるようで。でこの2012年の6月復讐の新聞においてはアメリカと中国、アメリカと中国はもうすでにこの中華民国の難民を中国の福建省の平潭島に送るその準備してます。そして両岸で管理する、共同管理するとか、そういうふうに今そのことを進めています。去年の6月の話ですね。うん、そうです。中共政府もそれを認めた。認めたということは、エコハというあの言葉がありますね。エコハというのはなんかエコノミックの中で、弊社なんかエコハなんです。経済の合作協議。両岸の経済合作っていう条約を結んだんですよね。それは何を意味するかというと、もう仲良しになったということを意味するんです、ね、もう敵対しないということ。昔はいつもこれあの共産党を、ね、あれしてたでしょ。それで今はもう仲良しになったということで、アメリカとしてはじゃあこれ帰らすから、もうあんたたちは仲良くなったんだから、じゃあこの難民を追い出す場合には向こうどこに住ませようかと。もちろん中共としてはね、国民党が戻ってくると怖いんですよ。バラバラに行っちゃったらね、いつ革命、どこそこで革命を起こされるのも困るから、じゃあ一箇所にまとめてそこに全部送るっていうことに決めたわけ。その場所がその平潭島っていう。その ROC の難民っていうのは具体的にどういうことか。難民っていうのは向こうから連れてきた人、蒋介石軍と一緒に来た、その小敷土用の軍隊のあの連中。僕らは何人ぐらい？今300万ぐらい。子供たちの代替まで入れて、300万ぐらいだから全部帰りたいという人も、帰りたくないという人もいます。その時はここの身分証はアメリカと同じようにグリーンカーにします。如果啊，流亡难民啊，不想来申请这一张身份证，他们来当啊居留的话，最后他们一定要到啊平潭岛或是金门马祖。もしもこれを申請したくないというその難民がおれば。あなたたちは必ず金門とかマソリックとか、ね、それともこの平潭島というところ、そこに追い出します。そうするとね、ROC の難民というのは大体こんな人だというような共通概念がこの社会においてはあるんですか？ありますよ。あ、そうですか。戸籍にはね、戸籍の中には本籍とか書いてますよ、昔は全部。本籍って書いてるのは、例えば四川省から来た人は四川省って書いてます。私たち台湾人は台湾省って書いてました、昔は、うん、それを今全部取り消しました。暗号が少し上にあるんだけど、それ私たちが見ても分かりません。戸
密してます。1951年5月、麦克阿瑟在美国国会听证会上说，在法律上，台湾是乃属于大日本帝国的一部分。これも皆様お分かりだと思いますけど、1951年の5月にマカサーがアメリカの国会でその聴衆会って言うんですか、その上で話したことは、法律上において台湾はまだ大日本帝国に属している一部分であるということを話しました。上院なんとか委員会ですね。うん、そう。上院なんか外交補助会。旧金山和平条约啦，是在1951年9月8号，那么在48国的参加签约的时候啦，那么由于美国指导和平宪法，新日本政府，那么放弃对大日本帝国政府的台湾的主权权利。1951年の9月8日、アメリカとその日本に対して、いや、アメリカと48カ国の同盟国と一緒に、そのサンフランシスコ和平条約を調印したときに、アメリカが主導的に、和平憲法、アメリカが主導したね、いわゆる日本国憲法、そう、大日本帝国を放棄した、新日本帝国、いや、新日本政府というものを、いや、アメリカ、先にその勝手にその和平憲法を作りましたよ、ね、1週間でその和平憲法を作って、その後にその新日本政府が出来上がったということ、だからそこにおいて大日本帝国政府を放棄した、いや、大日本帝国の台湾、大日本帝国の台湾の権利と主権を放棄させた。放棄させたのは、本当は日本政府が放棄させたんですよ、新しい日本政府が。だから、その日本、大日本帝国もすでになくなりました、大日本帝国の憲法はその時使ってません、また大日本帝国の政府もありません、1951年の時は、もうすでにありません。だから放棄したのは日本政府であって、その和平憲法の新日本政府が放棄したんであって、因时间上的因素啦，我想重点的介绍在美国对台湾地区主要的占领全国，那么特别的对天皇没有处分跟处罚。簡単に話しますと、その条約の中の 2B の中では、23条の A の中ではアメリカが台湾地区におけるその主要占領権国であると。その中に、その中には別にその日本天皇に対して何の処分も何の処罰もしていません。那么我想这些在跟大家都能够知道，我们现在再来看2004年10月25号，鲍威尔国务卿他说美国的政策很清楚，只有一个中国，台湾不是独立的，台湾不享有国家的主权，这个是美国的政策是始终如一的。2004年10月25日に米国の国務卿パウエルが中国を訪問した際に話したことは、米国の政策は非常にはっきりしていると。ただ中国はただ一つ、台湾は独立した国家じゃないと、まだ台湾は全然国家の主権をエンジョイしていないということを話しました、中国で。これは全部アメリカの政策であって、アメリカは始終もその同じような政策を取っていますと書いてます。
2006年10月24号，那么我们啊，秘书长啊，带领了228人控告美国政府，在华盛顿 DC 的联邦法院啊立案。那么2009年4月7号，美国高等法院啊判决。その後2006年、私たち民主党さんがこの台湾の真相を発見した後に、2006年10月24日、台湾人228人、それにちなんでね、228事件にちなんで228人を率いてアメリカ政府を告訴しました。ワシントン DC で連邦地方裁判を通じて告訴を出しました。我们可以看出来啊这个判决啦，一共啊有五点：本土台湾人没有国籍，因为我们跟天皇一样，天皇也没有国籍；第二个，没有国际承认的政府，所以他是啊，等于是啊，那个在世界上啊不承认啊。所以他们是流亡的一个政府，啊，世界上不承认的，人民的生活还在受到这个政治的炼狱，台湾啊仍然还在美国军事占领中，尤其更重要的，美国行政单位应主动协助本土台湾人，就是我们。控告美国的这一群人。で、林翔さんがその告訴した後に2009年4月7日、アメリカの高等裁判所の裁判の判決では5つの判決が出ました。第1は、本土台湾人は無国籍であると。第2は、台湾にはそのアメリカいや国際で承認された政府がないと。第3は、台湾人民は政治連合の中で生活していると。4番目は、台湾はまだ依然としてアメリカ政府、アメリカの軍事政府の占領中にあると。ね、第5は、アメリカ政府の 行政単位ね、行政機関はその主導的に本土台湾人を享受すべきであると。そういうことを判断します。はい、いいですか、質問を。よろしいですか。その中でですね、3つ目ですね、人民生活の、まあ、要するにその台湾人は政治連合の中にあるということを台湾民政府の PRC はいつも書いてます。いや、いろんなことに書いてますね、台湾民政府はね。でこれをね、日本の人たちに言いますとね、台湾に旅行に行ったら明るいし豊かだし楽しそうだし、何が政治連合なんですか、そんな地獄みたいなんですかっていうことをよく聞かれます。僕は説明できますが、逆に僕はね、その日本の若い人たちに政治連合というのがあるようなイメージを持っているんでしょうかってことを逆に聞いてみたいね。どう、若い人たち、台湾に来たことがある人、大原教授の教え子、どっか行っちゃったね、どっか行っちゃったね。どうですか、その台湾に来た人も現実いるわけだけども、政治連合というイメージを持ちますか、台湾で。逆に日本の人たちに聞きたいの、これ大事なことだから。じゃあ、あなたに。連合っていう言葉があまり身近でないので、地獄ですか、実はね、すいませんね、本当は僕がね、講師みたいになっちゃって申し訳ないんだけど、これ大事なことだからしっかり覚えててね。実はね、まあ、煉獄っていうのはイメージが皆さん方地獄のようだと。実はどういうことかというとね、具体的な話をしましょう。何年前だったかね、SARS という伝染病が台湾で流行りましたね。あの時に、まあ、僕もたまたまその時に何回か台湾に
もう台湾から帰る飛行機は、まあ、僕と僕の先輩と2人が乗ってるだけみたいな、もうそんな状態で台湾に来る人もいない状態でしたね。その時にね、当時のまあ中華民国と、一応中華民国ね、まあ、そのいわゆる WHO に世界保健機構に入って入れてもらって SARS を抑え込みたいということを要請しました。この時にね、 WHO の答えは至って簡単でした。 WHO に加盟できるのは主権を持った独立国家だけである。中華民国は昭和47年に国連から永久追放されてしまって、主権国家は台湾には存在をしない、だから WHO には加盟できないと言って、いわゆる SARS を抑え込むための国際機関の協力を得ることができなかった。これは一つの例です。そういうことで、今のいわゆる台湾にはですね、そこに書いてある通り、国際社会が承認した政府がないために、国際的に非常に微妙な政治活動、経済活動、文化活動をすることができません。それによって台湾の住民たちは国際社会から与えられる、享受できる権利というものを手にすることができません。これを国際政治学でいうところの政治煉獄、政治の地獄と、こういう概念で言うんです。これは一つ、ぜひとも覚えて帰ってください。あのね、国内、いいですか、あの加藤美香さんはセルビアとかね、コソボとか行かれた、まあ、政治煉獄というと、ああいう形でね、弾圧をしている、住民が弾圧されている、ね、あるいは政治反逆だとか、まあ、中共、そうでしょ、ね、中国共産党に反対した連中は、天安門で鉄砲で撃たれる、戦車で引かれる、ね、ああいうイメージがあるんだけども、むしろね、目に見えない国際社会からの、いうならバリア。の方が目に見えないだけ、僕は至って深刻だという側に考えるべきなんじゃないかなということですね。それとね、すいません、僕が喋って、それとね、若い人たち、これ一つお願いしたいんだけどね、あのね、無国籍ってあり得るのかなって皆さん思うんですよ。実はね、新潮社だったと思うんですがね、陳天寺っていうね、40歳の女の人が書いた無国籍という文庫本が出てます。このね、陳天寺っていう人のお父さんは陳風波さんといって、横浜の中華街で加藤飯店という中華料理屋さんをやってる社長です。いやいや、お父さん、そこを経営してるのは加藤飯店の社長さんで、これは中国国民党の日本支部の代表という人なんです。もう昔から仲良くした、この人の一番下のお嬢さんが書いた無国籍という本がね、出てます。でこれを僕も読んで、無国籍の事実をよく知ったんです、たまたまね。ぜひこの本ね、500円ぐらいと思った、ぜひ興味を持って読んでほしいと、まあ、これちょっとお願いしたいなと。そうすると、いろんなことがこれ台湾民政府が主張していることがね、非常にその正当性がよくわかりますから、ね、ぜひ少なくとも大学行って国際政治やってる、国際法やってるとかいう人はぜひ読んでほしいと。すいませんね、ちょっと私が出ちゃわったって。皆さん、政治連合って言うて、今外交方面のことだけ話してますよね。だから内政の場合においては、とにかく台湾、中国、向こうから来たその中国人っていうのは占領国になるんですよ。私たちは非占領の人民なんですよ。だから全て占領国の、その中華民国の言うことを聞かなければならない状態にあるわけね。だから区別してるんだよ、台湾人とそれを差別してます、絶対差別してますっていうのは、向こうが悪いことやっても無罪になるし、私たち台湾人がちょっとでも何かで言うと有罪になるんですよ。そんなのもはっきりしてます。それを皆さんは見られないんですよね。そうそういうこと。あとはっきり言うと、タクシーに乗ったらみんな見に行ったら台湾人に乗って、台湾人に乗ったらすごくやってしまうんですよ。それだけしか印象残ってません。例えば韓国に来られる方は、これは米国の高等裁判の判決と、はい、
る前までに台湾に住んでた人、はい、その人はまだその子孫、はい、それが本当台湾になります。いや、People on the Taiwan は、on Taiwan っていうのは、いや、People of Taiwan じゃなくて、People on Taiwan、台湾全部、すべての人、台湾に住んでる人、すべての人が本当台湾人じゃない。いや、そうじゃないですよ。じゃない。じゃあね、じゃあ、その、今中華系の、中国の来た人は、逆に言えば国籍わかる。そういうことじゃないと。例えばね、台湾本土台湾人だから、もしも中国人なら中国本土の中国人。もちろん中国本土。こういうふうに。だから本土台湾人っていうのは、台湾の、もともと台湾にいた人で、後から来た中国人っていうのはあれは移民ですよ、難民ですよ。絶対違う。それも含んでるんじゃない。それと若い人が中心だから、まず若い人が中心だから、まず若い人が中心だね。People on Taiwan と People of Taiwan 違いますよ。よく承知してます。っていうの、だから People of Japanese っていうのがあんたたちの本当の日本人っていうこと。だから People on Japan したら日本に住んでる人だから。日本だと中国人も全部一緒に含めてです。すみません。日本の若い人たちが本で読むと内省人と外省人っていうのが出てくる。ありません。今はその外省人と内省人っていうのは向こうが作った言葉。ね、だから台湾ってね、台湾ってね、中国の一省じゃないから、絶対本省人とか、だから例えばの概念で、その概念でいうところの内省人というのが、本土台湾人っていうことですよね。人っていうのが、あの国民党の紹介する人っていう、言われてきたのが、それはその概念的な問題でっていうことで、そっちの方が勉強してる側としては分かりやすいんじゃないかなと思って、言わせてもらいます。コザ、まあ、も含めてですね、民政府の皆さん方に一つお願いしたいのはね、言葉を正確に使いたいということはよくわかるんです。でもね、本土台湾人といっても日本の 99% の人はピンときません。内省人といえばすぐわかります。それから難民という言葉、いやいや、だから言葉を正確に使いたいということはよくわかります。ただし物事にはやはり順番があって、今あなたが言ったように日本で本土台湾人といって何のことかわかる、わかんないね、ほとんどがね。内省人とはそうはわかるね。要するにもともと台湾にいた人たち。それから外省人といや、障害者と一緒に逃げてきたチャンポロだと、シダ人だと、すぐわかるよね。だからね、やっぱりね、言葉は相手に伝わって言葉です。相手にね。いや、だから言葉はおいおい、そういう感じで僕らも一生懸命マスコミで書き、ね、書けるチャンスがあれば書いてるし、僕は週1回の街頭演説もそういう形で話をしてます。そうやって理解者を増やすってことはもちろん大事だし、増やさないといけないけども、今現状で日本へ行って、いや、だから言葉を正確に使いたいのはわかるけども、あなたが今言ったように、通用しなければ言葉じゃないんですよ、郷さん。これは本当わかって。で、それをね、この言葉で言ってくれと言うと、相手には結局英語喋ってるか、日本人には全く理解できない外国語を喋ってるに同じなので、やはりまず、順番をね、だから大橋さんなんかも一生懸命メールで一生懸命いろんなことを発信してます。その中でいわゆる内省人外省人というのは本来正しくない、どういう具合に言うべきか、それを一人増やし二人増やして、日本では本土台湾人といったらもう昔から台湾に、住んでる人だったとね、からいわゆる外省人というのは障害者と一緒に逃げてきたいわゆるシダ人だということがね、やっぱり認識されるには時間がかかるの。それは僕らが一生懸命努力しますが、やはり若い人たちに理解してもらうためには、通用する言葉をまず使うということを認めてほしい。ね、それは。その問題とは別に、大西君の質問は、無国籍なら本土台湾じゃなくて、日本できて、今台湾にいる人も無国籍なんでしょという。いや、ちょっと国際法上のね、解釈でズバッと答えを言います。台湾に住んでいる人たちはですね、例えばアメリカの国籍を持って台湾に、例えばその来ている人とかは別にしまして、台湾に居住の拠点を置いている人は、全員が無国籍です。なぜならば、簡単です。まず台湾の人たちは、ここで書いてあるとおりです。つまり本土台湾ではね。もう一つね、いわゆる中華民国に属しているという人たちがいますが、
中華民国という国家は地球上に存在をしません。存在しない国家の国籍を取得するということはありえないわけで、国際法上は台湾に永住する居住の有罪な権利を持った人は国際法上は全て無国籍であると、こういうことです。国籍を持っているということはその国家の国家に対する義務と国家からの国民に対する義務を受けるということができなければ国籍を持つということは基本的に何の意味もないわけですから、だから台湾に住んでいる人たちは基本的には無国籍であるというのが国際法上の通念です。これはね、国際、今現実に、いや、それはね、違うんですよ、それはだから、帰化することはできますよ、それはね、台湾の、いわゆる本土台湾人だって、日本の籍、国籍を取ることはできるわけだから、ね、それは基本的に同じなんですよ。あれはチベット人だけど、基本的に国籍はありません。インド政府の永住権は与えられていますが、はい、中央に戻ります。はい、中央に戻ります。因为时间上的关系哈，我要来说明一下本土台湾人的定义是在啊，那么日本天皇宣布投降啊以前住在啊，本土的都属于本土台湾人。啊，这个啊，我们在啊前啊台湾人民权利公啊那么法案里面啊公民权利法案里面有记载，以后的子孙啊以后就是以前啊投降以前啊的人民啊以后所。这些人民所生的都属于。今議長がそこで、今議長がおっしゃってるのは、今議長がおっしゃってるのは、本土台湾人っていうのは、日本天皇が8月15日に無条件降伏した以前の台湾に住んでる人は全部本土台湾人。私たちがね、公民権な平和をしない、公民権憲法。台湾公民権利法というのを作って、それアメリカもちゃんと認定しています。だから、その本土台湾人というのは結局1945年8月15日、日本天皇が無条件降伏した、その以前に台湾に住んでいる人を本土台湾人となります。いや、これ次はね、アメリカはなぜこの5つのことを判決しましたか、ちょっと質問があります。知ってる人手を挙げてください、答えてください。いや、さっきのことについてちょっと質問ある人を手を挙げてください。あ、没有啊，我们啊，这个也是依照啊高等法院的判决，所以他协助啊我们这一群人在啊7月4号2011年在啊美国华盛顿 DC 成立的办事处，也在啊9月8号在华盛顿啊 DC 的四季酒店里面呢、啊，那么办了啊一个啊那么成立酒会。そのように私たちが告訴した。そしてその判決がいつも出たその判決によって2010年。7月4日、ちょうどアメリカの国慶記念日ですよね。その時にアメリカの行政機関から私たちを私たち協力して台湾民政をワシントン DC の
そこワシントン DC にその台湾民政部の代表所を設立しました。そして9月の美国党さん、ここじゃ西寺、9月8日の那个再来一个问题啦，要请问大家，为什么美国有关单位啊送这两张啊，大家来回答这个问题。いや次の問題は、なぜアメリカからこの2つの絵を送られましたか、知ってる人手を挙げてください。大家知道这个问题是不是，也请学国际法的来告诉我们一下好不好，那位学国际法的、国際法を学んでる方ちょっとまあ、もし原因分かったらちょっと答えてください。なぜこの、この2つ誰を渡されたんですか。ちょっとパーティーの時アメリカでちょっとワシントン DC でパーティーを開いたんです。その時に渡された2つの絵があります。まあ、日本の二重和紙とオバマ大統領と。正確には分からない予想なんですけども、米国の大統領夫妻と、あと右は、日本の皇居ということで、右側がまずなぜ日本の首相じゃなくて、皇居の写真かっていうと、それは天皇に、領土主権があるから、首相、日本国ではなくて大日本帝国の方の、天皇として、首相じゃなくて皇居の画像であって、で左の場合は、アメリカの政府に、台湾の管轄権があるということで、オバマ大統領、占領権があるということで、米国からはオバマ大統領の写真が、まあ、台湾、どういう意味だ、どういう意味ですか。まあ、友好の印とか、占領下にあるよっていう、その、まあ、向こうからの、これ送られてきたのはアメリカから2枚のものですか。あ、パーティーで送られたんですよ、ね、アメリカからのそういうある種意思表示のようなものとして台湾側に私たちもこう思っていますっていう、まあ、アピールに、ね、日独米戦、日独米戦、はい、日本に属してるっていう、台湾は日本に属してアメリカが占領してる、那我们再来看哈，那2011年12月21号，台湾民政府150人到靖国神社去会灵祭，这个照片我们当时候的所留下来的照片，再来。12月22号再度到靖国神社去，现在是有220名。那么要请问呢、要请问呢、我们这些的问题我们为什么要去靖国神社去慰问？大家请。私たちの台湾民政府の閣員が2011年と2012年に年末にその台湾靖国神社に参拝に行ったんですが、それはなぜなんですか。じゃあ分かる人手を挙げてください。
参拝に行った目的は何ですか。あ、どうぞ。1945年昭和20年4月1日に、直営によって、台湾の方々は日本人になった、そしてそれが日本の将兵とともに戦争に参加して、3万9108社が亡くなって靖国神社に参拝したと。それを通勤する、それをお参りするために行かれたということじゃないですか。日本人と一緒にわずか4ヶ月になったんです。これ日本人としても非常に深刻に考えていけると思います。大丈夫ですか。一目公明的是，我们看到咱台湾人为做兵吼，啊做一军兵嘛吼，啊战士吼，啊服侍伫遐，啊所有迄个原因吼，所以咱世界嘛，较早台湾咱一军人啊，所以就是拜神像。主要是当迄个时阵是日本人，所以为国家建设的一定是尽我全责嘛。谢谢啊。好了，我们再来一个问题啊，我们也是。大家可以看2010年12月23日的时候我们这个台湾民政府的旗帜第一次进入皇宫，那么再来这个是第二次进入皇宫，那么大家来思考这个问题，为什么民政府的旗帜能够进入皇宫？これはね、質問ですけれども、なぜその2011年と12月の23日と12月23日2回にわたって日本天皇の誕生日お祝いにその皇居に入って台湾民政府の旗を振ることができたんですか？中に持ち込めます。台湾民政府の旗なぜ故郷に持ち込めますか。未だかつてなかったことです。日の丸以外はどんな旗も入りませんでした。なぜ今回その2年にわたって私たち その台湾民政府の旗が中で入ることができたんですか。そのお分かりですか。知ってる方はちょっと手を挙げて答えてください。間違ってもいいから教えてください。何他说基本上那个并不是什么旗子都能够拿进去，并不是都是 OK 的啦。続けて言ってください。どんな旗入りました？どんな旗持って入りました？日照旗。だからそれはでも日本国なんでしょ？松田君ね、ちょっと柴田光さんね、それね、僕が一番キャリアがずっとあるから、私が答えます。あそこには大体1月2日の一般参加、12月23日の天皇誕生日ね、いわゆる右翼と呼ばれる、右翼団体と呼ばれる、君もよく知ってる人たちがいっぱい来るよね。その時に会議、国旗とともに会議、ね、これを持ち込もうとする人がいます。しかし、すべてそれはオフリミットです。
から国旗はいいんですよ。だけど国旗の大きさではなくてね、旗竿の長さだけが制限されるんです。武器になっちゃいけないということでね。それからもう一つ、天皇陛下万歳といういわゆるこう上り、ね、これは構いません。基本的に不敬に当たらない、つまり名誉毀損にならないということで、これはまあ基本的に許されておりますが、このね、台湾民政府のですね、旗はね、日本政府の公式見解では、いわゆる右翼団体と同じような特定の政治目標を持った団体の旗であるという位置づけでした。一昨年、これ、江さんご存知のようにね、初めて、一昨年ね、12月20日に100何人目来られてですね、そうです、その時にね、私が一緒にいたんです。その時にダメだと言われた。その時に説明しました。こういうあれだ。で、最終的に認めてくれてですね、こういうことでした。ところがね、これちょっと余談でごめんなさいなんだけど、まあ、どうせもう私が喋り出すと基本的に止まらないと思って聞いてください。ちょっとこれ大事なこと、若い子たちにはあなたが言うことも大事だけど、僕の言うことの方が日本の人には多分大事だと思う、あえて言わせてくださいね。この時にね、江さんなんかもご存じないように、非常にいろんな形で説明を要しました。で、これは何とかそういうことね、説明をして、ちゃんと入れてくれました。ところがその後がね、非常に大きな問題があったんですけど、マスコミがね、ちょっと待って、マスコミがね、わかりました。